兵庫県相本市栄町にある淡路交通、旧本社淡路交通株式会社は、兵庫県淡路島を中心に、路線バス、貸切バス事業を行う会社である。相本バスセンター、津港、福良をターミナルとして、島内全域に路線バスを運行するほか、大阪、神戸高速バス、徳島へ急行、特急バスを運行している。ロゴタイプは A へをデザイン化したものである。 スルッと関西協議会に加盟している。かつては淡路鉄道株式会社として、相本から福良までの鉄道路線を運行した鉄道事業者であった。当時、本土以外で鉄道、それも電車を運行していた会社はここだけである。その鉄道も1966年9月30日に全線を廃止し、現在ではバス事業と不動産事業が主体となっている。 バス事業も収益の大半は神戸方面への高速バスによるものであり、淡路島内の公共交通をほぼ一手に担っていた路線バス事業は、島内人口の減少や各世帯の自家用自動車の普及で利用者が少なく、慢性的な赤字経営が続いているが、不動産事業において毎年安定した収益を上げており、株主への配当も行っている。そのため、 過疎地交通への補助金を受けることができず、多くの路線が廃止されることとなった。それらのほとんどは、島内各市のコミュニティバスへ移行したが、2017年9月30日まで、子会社の淡路タクシーに、業務委託して存続していた路線も一部であった。なお、鉄道線についての詳細は、淡路鉄道を参照。淡路交通のラッピングバスクローズドドアシステム路線は、 本州内が上り校舎のみより乗車のみ。淡路島内が上り乗車のみより校舎のみ。路線バス、淡路島内の淡路交通乗車券取扱店で、回数乗車券を発券している。交通系、IC カードは利用はできない。淡路島フリークーポン及び南淡路バス乗り、放題切符は淡路島内の有料道路を除く区間で利用可能。中扉付けエアロバス。 ナルト協定送迎車として運行された、際の物以外、節税対策のため、一般路線バス、高速バスは1990年代から2006年にかけて、毎年10代から15代前後の新車を導入して、導入から4年から5年程度の極めて短期で置き換える事業者として知られていた。2000年代初めまでのイスズキュービックは、全国の事業者に移籍していたが、2004年以降の、 クルダイのイスズエルガとエルガミオは、新規バスのみに移籍するようになっていた。2015年頃から再び、岩手県北自動車、山梨交通等、新規バス以外の事業者に移籍する例が出ている。1994年より、高速バスのクローズドドアシステム非対象路線で、乗降者を同時に行う目的として、中扉を設置した特別仕様の三菱不装、エアロバスを導入した。 同系車は2001年までに合計13台導入され、舞子、福良線、舞子、綱線、淡路、徳島線などで運用されていたが、経年のために2019年9月末をもって全車が引退した。なお、一部の車両は高ジャック交通、岩手県交通、合津のり上い自動車に移籍している。なお、2007年以降は、路線廃止や減便等による、 現社の影響によって新社の導入が最小限に抑えられ、使用年数が8年から10年程度まで伸びてきている。前述の事情であってか、他の地方のバス会社で見られる中古車の導入は全くない。優化証券報告書によれば、上記4社のほか、さらに5社の関連会社が存在する。ただし、上記四社がいずれも本業であるバス事業に関連する事業や、 その他の付帯事業を営んでいるのに対し、その他の5社はいずれもグループ内の資産運用会社として機能している。外地とされた台湾、カラフトなど戦前の日本領を除く。また、沖縄県の沖縄本島にも戦前に鉄道路線があったが、路面電車、馬車鉄道、軽便鉄道であった。さらに、戦後も南大東島には、 佐藤機微輸送用の産業用鉄道が存在した。詳しくは、沖縄県の鉄道を参照。合併広告、官報1943年3月6日、帰りのバスがなくなる。淡路交通株式会社ホームページトップのトピックスより、ハット AB 南淡路バスのリフォーダイ AB 淡路島へのお得なチケットハット ABC 神戸市内は、基本的に、幾田川で入り口。 妙谷ジャンクション、垂水ジャンクションを通るが、この区間が渋滞している場合は、新神戸トンネル有料道路見の谷出入り口、伏せ旗ジャンクション、または三毒バイパスを通ることになる。AB 一部の便であるが、淡路島南インターチェンジで、淡路、徳島線と接続する形で、福良徳島間の往来が可能になっている。淡路徳島線運行時刻表 AB、 平成30年4月1日ダイヤ改正のお知らせ。淡路交通。2018年3月29日閲覧。鳴門海峡をまたいだ自転車積み込みのご案内。利用者向け自転車積載マニュアルハット ABCD。報告にからに相モト市地域。公共交通基本計画。相モト市。2016年8月12日閲覧。相モト市。 コミュニティバス上打線 AB バスグラフィックボリューム412020年1月6日発行ネコパブリッシング ISBN 978から4から777024193淡路交通株式会社第149期優化証券報告書よりありがとうございます